サンライズ面接担当のソラです。早速ですが、サンライズっていうお店はどんなお店かな。未経験スタートのはるかくん。はい、ホストを始める前は不安だったんですけど、入店してみると僕と同じ未経験スタートの方が多くて、すぐに馴染むことができました。はい、じゃあもともと経験があった高木くん。はい、大きいグループの新規店サンライズを選びました。新規のお客様も多くて、入店して2ヶ月ですぐにナンバーワンになることができて、1年以内で代表代行という役職をいただきました。これからはお店を1店舗任せてもらえるように頑張ります。はい、サンライズでは未経験の方でも経験者の方でも、結果の出しやすい環境というのをご用意しております。まずは体験入店から皆さんのご応募いくよ。せーの、待ってまーす。